定だから今ね、はい、ボディサービスないからな、はい、今日はこのマーさん久しぶりなんでこのスープを乗りましょう。そうだね、はい、まあどれだけできるかわかんないけども、はい、でもね、波が小さいから、はい、そんなにね、まあ、こういう道具探してもらうけども、はい、やっぱりダブルとかあると、はい、泳いで取り行かないと、ね、泳いでくれるからね、はいはい、まあさ、マーボロイヤル KJ クラシックはクラシックボードでリーシュがない頃のサーフボードでした ね、 そうだね、だから選手はみんな泳いでボードを取り、そう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 です、ね、だからね、自然と泳げなくて泳ぎになっちゃうわけよ、はい、それがやっぱりね、あの本当のサーフィンなんだよね、本当はね、はい、だからリーシュボードとかみんなね、アメリカ人が発明してさ、そういうになっちゃったけども、本当はやっぱりそういうのしてないで、ね、やってた60年代のサーフィンが、はい、素晴らしいよね、はい、今はもう人が増えちゃったから、はい、飲酒ことがないと、はい、決まってるから事故の事故かな、はい、今はもう当たり前なんだけど、はい、まあ、まーさんこれでサーフィンをやって泳げるようになる人もいればいいし、そうだ、ね、泳げる人がサーフィンすればいいし、うん、これ何度ね、水になれる、はい、水になれるってことが一番大事だから、はい、ね、はい、ちょっと2メートルぐらいしか積まなくても、はい、それもボディーサーフィンだし、はい、だん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 、ね、2メートル3メートル4メートルになる、岸まで行かなくていいんですね、うん、ただね、ちょこ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 っと進むだけでも、はい、全然違うから、はい、じゃあ行きましょう、マーさん、ボディーサーフィン。だいぶ進みます。だいぶやっぱり足をひらひらやると、はい、こんなに進んでますよ。すごいね、どうしてるんだろう。いいね、これもいい運動になる。やっぱりさ、流れがちょっと違うじゃん。あるからね、すごいね。